皆さん、こんにちは。NHK 大河ドラマや男はつらいよをはじめとした映画やドラマなど、数多くの作品に出演した女優の真矢京子さん。すでに結婚されており、夫と娘も俳優という芸能人一家です。今回は、真矢京子さんの家族やこれまでの経歴について見ていきたいと思います。まずは、真矢京子さんのプロフィールを見ていきましょう。真矢京子さんは、本名を柴本園子といい、1952年2月9日生まれ、東京都港区麻布の出身です。夫は俳優の柴俊夫さんです。俳優としてさまざまな作品に出演し、歌手や司会としても活動していました。二人が結婚したのは、真矢京子さん27歳、柴俊夫さん32歳の時のことでした。馴れ初めや共演について見ていきましょう。二人が出会ったのは、1977年に放送されたテレビドラマ「爽やかな男」でした。主役が柴俊夫さん、ヒロイン役が真矢京子さんです。東京都出身の2人ですが、収録は大阪でした。ホテル住まいでみんなで食事に行くうちに仲良くなっていったそうです。間もなく交際に発展し、同年8月には交際がスクープされました。記者会見を開いた柴俊夫さんは男らしい発言を述べたことでも有名です。交際を隠すつもりはありません。結婚も考えていると断言したのです。女性側からすると堂々としていて嬉しい言葉だったのではないでしょうか。真矢京子さんもはっきりした物言いをする方ですので、相性もぴったりだったのでしょう。交際から2年半ほど過ぎた1979年12月、二人で一緒に東京都港区役所に婚姻届を提出したそうです。夫婦での共演は珍しく、2017年の徹子の部屋が30年ぶりだったそうです。というのは、二人は30年前にクイズ番組で共演したことがあります。その日は、両親に子供を預けてきたため、久しぶりに一緒に食事して帰ろうと思っていた真矢京子さん。しかし夫の柴俊夫さんは、友達と会うから車を運転して帰ってと言われてしまったそうです。真矢京子さんはこのことがずっと頭から離れず、トラウマになっており、共演しなかったようです。あまり根に持たないタイプと自身でもおっしゃっているのですが、よっぽど楽しみにしていたのでしょう。かなりのショックな出来事だったらしく、数日拗ねていたそうです。夫の柴俊夫さんは、馴れ初めとなったドラマ以前から真矢京子さんを可愛いと思っていたそうです。相手役に自ら推したことを『徹子の部屋』で初めて暴露しています。出会ってから40年以上経っての夫の告白にかなりびっくりしたのではないでしょうか。共演も悪いものではないと思ったことでしょう。真矢京子さんには一人娘がいます。娘さんは女優柴本由紀さんです。柴本由紀さんは1983年10月18日生まれ、2023年7月で39歳を迎えます。柴本由紀さんのデビューの作品や真矢京子さんとの共演について見ていきます。娘の柴本由紀さんは、なんと NHK 大河ドラマでデビューでした。柴本由紀さんは、子供の頃から女優に憧れを持っていたそうです。両親が俳優なのですから、当然のことなのかもしれません。ただ、ケースによってはご両親が俳優でも、反面教師となってその道へと進まないこともあります。2007年には NHK 大河ドラマ「風林火山」のヒロイン役に大抜擢されました。新人が主役級に選ばれることは初めてのことだったそうです。NHK 大河ドラマに出演が決まった時、真矢京子さんもかなり喜び、柴俊夫さんは涙を見せたそう。娘の成長が誇らしかったことでしょう。真矢京子さんは、柴本由紀さんとも『徹子の部屋』で共演しています。柴本由紀さんは反抗期がなんと30歳の時だったと語りました。はっきりものを言う両親に育てられた娘の柴本由紀さんは、ずっと自分の思うことが言えなかったそうです。そして我慢が爆発したのが30歳の時だったそうです。真矢京子さんは、普通は3歳くらいで来るのにびっくりしたと述べています。娘には料理や掃除、常識や社会性を身につけさせたかったと言います。自立できるように育ててきたそうです。学業優先と言われ、アルバイトもしてこなかった柴本由紀さん、女優の仕事も順調で独り立ちをし、自分の意見をしっかり言えるようになったのでしょう。有名人の両親を持つ娘の苦労が裏では密かにあったのでしょう。
柴本由紀さんは小学校、中学校、高校とエスカレーター式で慶応大学に進級、進学することができます。そのまま慶応大学文学部を卒業しました。真矢京子さんも柴俊夫さんも有名人ですので、同じ環境である子供が多い学校に通わせたいと思うのは当然のことかもしれません。柴本由紀さんは学生時代からリコーダーが得意だったといいます。2000年には全日本リコーダーコンテスト、高校生独創の部で金賞を受賞しました。2001年には慶応義塾塾長賞も受賞するなど、実力は相当なものということがわかります。柴本由紀さんのインスタグラムや YouTube ではリコーダーを吹く姿がたびたびアップされていました。優しい音色のリコーダーだけでこんなに世界が広がるとは驚きだというコメントが多数寄せられ、とても評判のようです。2023年現在、アメリカで女優やリコーダー奏者として活躍を見せています。学生時代に力を注いだものが今でも心の支えになっているのでしょう。今現在の柴本由紀さんの活躍はご両親のおかげであることも忘れないでほしいものです。さて、品のある美人女優の真矢京子さんには今病気なのではないかという噂があります。また若い頃は美しさに加えて可愛かったとも言われています。知的なイメージもあり、学歴や本当の性格について気になる人もいるようです。真矢京子さんは2023年には71歳になります。真矢京子さんはテレビドラマにあまり出なくなったようにお見受けします。しかし2023年現在も芸能活動を継続中です。2022年4月と5月は舞台シェイクスピア物語真実の愛に出演していたそうです。4月は KAAT 神奈川芸術劇場で、5月は大阪の森の宮ピロティホールでそれぞれ公演しています。真矢京子さんはエリザベス女王と亡霊オリビア役を演じました。その2ヶ月前には一人舞台も行っています。2022年2月11日には白山市で夏目漱石夢十夜を立った一人で演じました。この一人舞台夏目漱石夢十夜を真矢京子さんは数年前から不定期的に行っているようです。ところで本題である真矢京子さんがテレビドラマにあまり出ないせいか病気なのではと心配する声について見ていきましょう。しかしここまでご紹介したように元気で舞台に出演しているように見えます。確かに体の不調がないわけではないと言います。実は真矢京子さんは10年間母親の介護をしていました。その後自律神経失調症になってしまったそうです。仕事をある程度コントロールしながら心身の不調と向き合っているのかもしれません。しかし重篤な病気にかかっているということはなさそうです。そんな真矢京子さんは若い頃も抜きんでた美しさがありました。演劇に興味を持ち、短大の専攻も演劇家でした。しかし就職活動を行っていたことが分かっています。真矢京子さんの父親は航空会社に勤めていました。その影響か日本航空のキャビンアテンダント試験を受けて内定をもらっていました。同時に劇団民芸の入団オーディションを受けるとこちらも合格します。悩んだ末に真矢京子さんが選んだのは演劇の道でした。1973年に劇団民芸に入ると、その年に血の婚礼で初舞台を踏みます。翌年1974年桜の園では主役に抜擢されたのです。真矢京子さんは女優としての才能があったということでしょう。その頃 NHK のディレクターだった和田弁さんが真矢京子さんを見出したそうです。そして NHK ドラマ出会いでテレビドラマにも進出していきます。初めて出た映画は忍ぶ糸でした。それからは次々とドラマや映画に出るようになります。真矢京子さんの才能をいち早く見抜いた和田弁さんは先見の明があったと言えるでしょう。いかがだったでしょうか。今回は真矢京子さんの家族や私生活について深掘りしてきました。真矢京子さんは中学受験をして清泉女学院中学校、高等学校を卒業しています。あの時代に中学から私立に通っていたのですから家庭が裕福だったことがうかがえます。父親は航空会社に勤めていたので一般サラリーマンでも給料がかなり多かった方だったと言えるでしょう。清泉女学院はおっとりしたお嬢様が通うというイメージです。
なるほど、真矢京子さんのイメージにぴったりです。大学の進路を決める頃には演劇に興味があったようです。真矢京子さんは東邦学園大学短期大学部演劇科に進学しました。演劇や舞台芸術をしっかり学べると定評のあるところです。俳優の柴俊夫さんと1979年に結婚しましたが、家庭は家家天下なのだそうです。どうもイメージと大きく離れています。結婚しても女優の仕事を続けていた真矢京子さん、当然食事の支度は家族全員で行うという決まりになりました。ある日、うっかり柴俊夫さんが手伝わなかったことがあったそうです。すると真矢京子さんは夫をこっぴどく叱ったといいます。お酒を飲まないこともあり、集まりなどにはあまり参加しないそうです。自身のことを人付き合いが悪いとも話していました。自分の気持ちに素直な人で、それを隠そうとしないところも好感が持てます。このように実際の真矢京子さんの性格が分かったことで身近に感じられるようになります。これからも女優として活動する真矢京子さん、洗練された演技を再びテレビなどで拝見できることを楽しみにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録・高評価をお願いします。